FM 横浜 EK Radio 火曜日の神秘ナイト FM 横浜 EK Radio 火曜日の神秘ナイト。こんにちは、シン・ウォノです。 EK Radio 火曜日は韓国の最新情報や音楽、カルチャーを紹介するエンターテインメントプログラムです。僕は月曜担当のリン太郎くんの質問に答えます。質問は、シンくん、仮面ライダー好きですよね。僕はファイズが好きですっていうことなんですけど、ファイズもかっこいい仮面ライダーですよね。僕は仮面ライダー電王が一番好きです。もう何回も何回も見るくらい大好きでした。電王、列車をこうキャラクターにしたそういう仮面ライダーでしたけど、すごい楽しく見たんですけど、ファイズももちろん全部見ましたが、凛太郎くんと会ってこう仮面ライダーの話もしてみたいですね。はい、僕シンにメッセージください。メールアドレスはshin@fmyokohama.jp shin@fmyokohama.jp。 運転中の方はメールを送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してください。この番組のブログもあるので、 FM 横浜のホームページからアクセスしてぜひチェックしてください。はい、オープニングナンバーは今、韓国で大人気大人気大人気のグループです。そして、今年韓国ではガルグループがすごいこう人気になりましたけど、その中もトップを取っているすごいグループです。聞いてください。 IVE After Like。お送りしたのは IVE After Like でした。シンノノがお送りしている FM 横浜 EK Radio 火曜日の神秘ナイト。ここで皆さんからいただいた、メッセージをまた読みたいと思います。はい、ラジオネームカミラさんですね、多分。まず英語で言います。 I'm very happy that you're back.
Don't forget that candy will always be supporting you in everything you do. Have some free time for yourself too and do everything you've always dreamed of. From Ecuador, always supporting you, 新聞法って送ってくれたんですけど、翻訳もありまして、ちょっと読みます。あなたが戻ってきてくれてとっても嬉しいです。キャンディはあなたがすることはすべてにおいて常にあなたをサポートしていることを忘れないでください。自分のためにも自由な時間を持ち、あなたがいつも夢見てきたすべてのことをしてください。エクアドルからいつもあなたをサポートします。ウォノって送ってくれました。このラジオをエクアドルも、聞いてますかね。本当にありがたいこうメッセージなんですけど、本当に Thank you。 はい、こうやってどんどん世界に行く EK Radio、 どうですか皆さん。はい、いつも僕をこうサポートしてくれる皆さんがいるから、僕がこうやってラジオもできていて活動もできるといつも感謝しております。そういう気持ちを忘れないで、本当に長く、そういう心で気持ちよく活動したいと思いますので、応援よろしくお願いします。はい、次もこう海外から来たメッセージなんですけど、翻訳だけ読ませていただきます。ラジオネームシアナラファビュラスさんです。健康で安全であることを願っています。あなたは最近どんな食べ物を食べていますか？あなたは大丈夫？辛い時キャンディーはいつもあなたのそばにいます。あなたは私たちにとって家族です。また演技するの？すぐに音楽を作っていますか？もう一度あなたの声が聞きたい、会いたいっていうことなんですけど、また遠くからこう英語でも、こう送ってくださって本当にありがとうございます。これも僕へのこう応援メッセージだったんですけど、はい、どういう形で、皆さんに、声を聞かせればいいかなってすごい悩みました。まあインスタライブもあるし、まあ音楽もあるし、いろいろありましたけど、やっぱりラジオで一番声を聞かせたいなっていう気持ちがありまして、こう関係者の皆さんと一緒にこう、会話をしながら、やっぱラジオで一番早く戻りたいですって言ったのが、今を作ってくれました。なのでラジオで一番早く戻ってきたと思うんですけど、ラジオをやってない間は僕はいろんなところに旅にいて、ラジオの、収録も撮りましたので、ぜひそれも楽しみにしてください。はい、本当に Thank you。 ラジオネームケロケロさん、シンくんが日本語得意なように、私も今必死に韓国語を勉強しています。ファイティンって言ってほしいです。ファイティンって言ってほしい方ですよね。はい、ケロケロさん必死なの分かってます。僕も日本語を勉強するときすごい必死だったんですけど、まあ必死に勉強すればその努力は戻ってきます。僕も一人でこう日本を、旅行もできるようになったし、こうお父さんお母さんが遊びに来たらこう自分で案内できるようになったことがすごい嬉しくて、時間があったらお母さんお父さんに必ず日本一緒に行こうって言うんですけど、必死に韓国語を勉強して韓国に遊びに来て、一人でもこう旅行してみたり、友達や家族を連れてこう案内してみたり、いろんな経験をしてみてください。そしたらもっともっと成長すると思います。ケロケロさん、メッセージありがとうございました。じゃあ次行きたいと思います。じゃあ短いメッセージです。ラジオネームアンズさん、ぜひ名古屋に来てください。はい、名古屋には何回もこう新幹線を乗って行ったことはありますけど、僕は多分暑い時よく行ったと思うんですよ。だから暑いイメージがちょっとあるんですけど、名古屋にも美味しいものがいっぱいありますよね。名古屋のこう名物とかいっぱいこう食べてみたいなと思いますので、ぜひ僕が名古屋に行くこうチャンスがあったらいいんですけど、ぜひこうラジコでこのラジオを聞けるので、
名古屋でもこのラジオを聞いてくださって、名古屋にもしんくんの話をこうたくさん広げてくださって、その後は名古屋でこうファンミーティングとかあのライブができるように、アンズさん力を貸してください。これからも頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。メッセージありがとうございました。僕、シンにメッセージまだまだください。シン、アットマーク、fmyokohama.jp。shin、アットマーク、fmyokohama.jp。次の曲は大好きなシンくんの曲です。聴いてください。シュノの、ウリエシガネ。표정없는널보면나는진준비를했고넌한참고민했을그아픈말을꺼냈지너의눈작은네모든게내게하나하나가다완벽해이렇게바라만보고만있어도나는지금너무만족해다른여자들은절대안돼나만의여자그게바로너여야해알잖아이렇게너만을바라보고있는사람바로나란걸나눠널생각하다잠에들겠지금도불러보며널떠올리다가꿈을돌아봐줘내생각난다면그리워진다면우리의시간에너도잠시멈춰줘내안에널담을수있게내마음빈자리내게조금만남겨줘언젠가시간이지나면나괜찮을거라고믿었지그렇게참으며견뎌왔어나우연히네뒷모습을멀리서마주쳤고네게말할수없었던이통증을견뎠어나너울고널생각하다잠에들겠지금도불러보며널떠올리다가꿈을돌아봐줘내생각난다면그리워진다면우리의시간에너도잠시멈춰줘내안에널담을수있게내맘빈자리내게조금만남겨줘언젠가그때로돌아갈수있게사라진건데내꿈처럼한번만더나타나줘이제놓지않을게お送りしたのはシノのウリエシガネでした。シンのパンチャクパンチャンニュース。ここで韓国の情報を伝えます。ラジオネームムルさん、シンくんに聞きたいことがあります。韓国で車を乗るとき気をつけたい標識ありますか？一方通行の標識は日本と韓国は同じですか？っていう質問を、こう、先にいただいて、僕が韓国のネットでちょっと調べたんですけど、やっぱりこう、運転は、もう国際免許があったら、こう、どこでも運転できるんじゃないですか。僕も日本で運転することもあったし、
海外でも運転したことがあるんですけど、やっぱそういう時のこうために大体こう国全世界が、同じように作ってるんじゃないかなと、思いました。すごい似ていて、そういうことはこう心配しなくてもいいと思います。っていうことで、ちょっと違うことが何があるかなってとちょっと考えたんですけど、僕日本ではまあ車に乗る機会があんまりないんですが、乗るときがタクシーとかこう運転を実際2回ぐらいしたんですけど、こうレンタカー会社もこう旅行地観光地を案内してくれるときに、こう車に乗っているナビにこの住所を入れてくださいって言われたんですよ。それを聞いて僕はびっくりしたのは、韓国ではナビっていうものはだいたい携帯で使っているんですよ。だから携帯じゃなくて車に乗っているナビ あるんですけど、こうやっぱ新しい道のアップデートとかがやっぱ遅くなっちゃうので、一番早いこうアップデートされる携帯のナビを一番使っていると思います。僕も携帯のナビを使っているし、こうお母さんお父さんも、こうナビを使っているんですけど、韓国で代表的に使われているナビはカカオナビ、カカオトックを作ったカカオの会社のナビと、T マップが一番、定番のこうナビです。日本はだいたいこう車に乗っているナビを使いますよね。はい、そういうところが韓国と日本の違さと思います。はい、じゃあ次の曲に行きたいと思います。次の曲は Idol Tomboy。お送りしたのはアイドルタンボイでした。真の韓国語をカルチャー주세요。ここでは僕が韓国語を教えちゃいます。
今回はパンチャクパンチャクニュースで出てきたので、車にまつわる韓国語を教えます。まず車、車は자동차、자동차、車は자동차、マネ、はい、よくできました。次は免許証です。免許証は면허증、면허증、免許証は면허증、マネ、はい、完璧です。次は信号です。信号は신호등、신호등、信号は신호등、マネ、はい、よくできました。こう信号を見ると赤信号、黄色い信号、青い信号があるんじゃないですか。なのでちょっと色も、やります。赤の信号の時は韓国はこう言葉に信号をつける時は火っていう、ブルっていう言葉を使うんですよ。なので赤はバイガンですけど、火をつけてバイガンブルって言います。赤はバイガンブル、赤信号の時はバイガンブル、マネ、はい、よくできました。黄色い信号はノランブル、ノランブル、マネ、完璧です。青信号はパランブル、パランブル、マネ、はい、よくできました。そしてウィンカー、ウィンカーもちょっと違う言葉で使うんですけど、韓国の方々はね、だいたいガンパギって言うんですよ。これは発音難しいね。みんなよく聞いてくださいね。ウィンカーはガンパギ、ガンパギ、マネ、お、完璧じゃないですか。はい、ガソリンはフィバリュ、フィバリュ、これも難しいかな。もう一回言います。ガソリンはフィバリュ、マネ、はい、よくできました。そして軽油、軽油は경유、경유、マネ、はい、完璧です。そして軽油の話をちょっと話そうと思うんですけど、日本ではトラックとかそういうバスとか大きな車は軽油が入ると聞いたんですけど、一般車には軽油が入る車があんまりないみたいなんですけど、韓国では、まあ軽油の数も少なくなっているんですが、車がもう1個出たらちょっと SUV ぐらいの車にはこうガソリンと軽油で選べるようになっていまして、車を買うときに自分の好みで買えるようだったんですよ。僕も今の車を買うときに、今ガソリンの車を乗っているんですけど、その買うときに、軽油がいいですか、ガソリンがいいですかっていうモデルの、そういう同じモデルでもそういう違さができるようにできていましたっていうことを、カルチョジュセイをお送りいたしました。じゃあ次の曲に行きたいと思います。メロマンス고백。달이차고내마음도차고이대로담아두겐너무안타워너를향해가는데다른내게오라손짓하고귀속에얘길하네지금이순간이바로그순간이야제일마음에드는옷을입고노란꽃한송이를손에들고널바라보다그만나도모르게웃어버렸네이게아닌데내마음은이게아닌데널위해준비한500가지멋진말이남았는데사랑한다는그흔한말이아니야그보다
두 눈을 감아야만 네 모습이 보여 걸을 수가 없는데 구름 위를 걷는다는 말이 과장이 아니란 걸 알게 됐어 널 알게 된 후부터 나의 모든 건 다 달라졌어 하고 또 해도 믿어지지 않을 만큼 사랑해 오크리시다노와 멜로망스 고백でした FM 요코하마 EK Radio 신호노가 오크리시다 FM 요코하마 EK Radio 火曜日の 신비나이토 いかがでしたか? 僕、シンにメッセージや何かやってもらいたいことがあったらメールで送ってください。シンアトマーク FMYOKOHAMA.JP SHIN アトマーク FMYOKOHAMA.JP 運転中の方はメールを送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してください。今日車を勉強したので皆さん運転には毎回毎回気をつけてください。さあ、ここで明日担当のハヤトくんに僕から質問します。ハヤトくん免許証は持てますか？それでは最後は真の今日の一言。運転っていうものは安全が第一だ。FM 横浜 EK Radio 火曜日の神秘ナイト真のものでした。アニョン。